大阪市交通局線系電車は大阪市交通局が製造していた通勤系電車である。製造期間は1953年から1956年。1000型は製造時期によって大きく車体形状が異なることから 1000A 型と1000バイト型の2グループに区別される。1000A 型は市営地下鉄1号線の4両編成化に備えて 1953年から1954年に19両が製造された。うち1001から1003.10091010.1015から1017が近畿車両で1004から1006.10111012.10181019が川崎車両で1007.10081013.1014が日本車両製造で、 それぞれ製造された。1000倍戸型は、市営地下鉄3号線の岸の里駅延伸開業に備えて、1956年に、1020から1023の4両が近畿車両で製造された。1000A 型は、基本設計は600型と同様であるが、屋根が超上屋根となり、また100型から採用されていた、安全畳書きと呼ばれる折り畳み式の、 転落防止策が廃止された。さらに、車体の軽量化が図られ、従来車よりも数トン軽くなった。1000バイト型は、前面に方向膜が採用され、全消灯は二等化された。また、315号車で使用されたファンデリアが正式採用され、屋根にはダクトが取り付けられた。また、車内灯として、蛍光灯が初めて採用された。この結果、 1000A 型とは外観が大きく異なるとともに 1100K の原型となるスタイルを確立した。それまでの車両は 1500V への昇圧と付随車の連結を考慮した設計であったが1000型ではそれを放棄して設計された。主電動機は芝浦製作所製 SE-178 を吊り掛け式に増加した。モーターの性能が強化されたこともあって波数比が 従来の車両の3.05から4.12に変更された。また、設計段階においては、カルダン駆動方式の採用も検討されたが、統計式では見送られた。制御機は、東洋電気製造 ES-577、電動化無軸式自動加速制御機が採用された。この制御機は、立行17段。 発電制度を15段という構成で多段制御を採用することによって乗り心地の改善を図った600型まで採用していたウェスティングハウスやブレーキ車設計の U-5 自在弁を使用する三菱造船所製アミュー自動空気ブレーキは性能は優れているものの保守面で問題があったため本形式からは U-5 自在弁を 英道差弁に変更したアマール方式を採用することとなった。その結果、600系以前の車両とは連結できなくなった。従来の一体中高イコライザー台車から、軸ばね式中高製の住友成工所製の FS-12 を採用した。1000系単独で編成を組んで使用されていた。1957年2006号車が出荷により、 焼損したが、翌年近畿車両で、復旧工事を行った。この時、1000バイト型に準じた車体で復旧され、車番も1024に改版された。1960年の1号線7両編成下の、際5000系の並結相手に選ばれ、1012から1024の14両が、制動装置を5000型に合わせて、HSC 化改造された。 室内灯が蛍光灯ではなかった 1000A 型については1964年に蛍光灯化されている。1970年の日本万国博覧会に向けての1号線輸送力増強の一環として1号線在籍の旧型車は心臓の3 0系で置き換えられることとなった。この際、比較的車齢の若い線型については不随車化の上、 1100型や1200系の中間車として使用するなどの転用策が検討されたが結局廃車処分することとなり1970年から1971年にかけて廃車解体された。ありがとうございます。